今日は8月16日、今朝の9時半なんですけども、台風10号がですね、近づいてきて、我が家の朝顔のネットがですね、半分外れてしまいました。左の方は大丈夫だったんですけど、右の方ですね、左側のネットが外れてしまいましたね。直さないといけないな、これ。これひまわりです。ひまわり、なんか貧弱だな。いやー、参ったな。朝顔こんなになるとは思わなかったな。昨日風が強かったんで、この観葉植物の方は玄関の中に入れました。朝顔のネットはどうすることもできないもん、ね、しょうがないね。ちょっとまた直したいと思います。でもこんな日でもですね、朝顔咲いてますね。青い花とか上の方にですね。今気がついたんですけども、左側の右側のひまわりですね、折れちゃいましたね。これ風で、この根元のところで完全に折れてます。まいったな、しょうがねえな。これ上から見た朝顔のネットですね。こっち側にあったネットがですね、全部外れてます、ね、風で。さて、じゃあ直すか。修復終わりました。ここですね、これ引っ張ってまた元に戻ったようですね。これもうつるがですね、見てください。これもうベランダのもう最先端のとこまで来ちゃいました。これ以上はもう無理だな、ね、これ以上つるが伸びたくても伸びることができない。今ベランダに上がってネットをですね、右左側引っ張ってきました。見えますかね、あそこ外れてたところをですね付け替えてきたんで、また元に戻りましたね。よっぽど昨日夜強い風が吹いたんですね。寝てて分かりませんでしたけど、このひまわりの茎が根元から折れてますから、相当な風が吹いたのかもしれないですね。なんか今回の朝顔はですね、ちょっといまいちあれですね。理由はですね、一つはこの目の前のあたりに全く花が咲かなかったってことです。両端しか咲かなかったですね。で、咲いてきたのがかなり上の方でいっぱい咲きましたんで、ちょっとだからこうなんていうかな、咲き乱れる感があまりなかったですね。もうこの目の前にですね、こんなにふさふさ葉っぱがあるのに一個も咲かなかったですね。なぜなのかわからないですけど、目の視線より上の位置でしか咲かなかったですね。いっぱい咲いたのははるか上の方ですね。こういうこともあるのかよくわからないですね。今度聞いてみようかな、朝顔の詳しい人に。とりあえず直せてよかったです。